皆さんこんばんは、うてちんです。最近の趣味のお話なんですけど、私は4月からピアノを習い始めまして、まあ本当はなんか息子今2歳5ヶ月になったんですけどに習わせたいなとか思ったんだけど、まだやっぱ小さくて指の力も弱くて、なのでやっぱり息子にやりたいって思ってもらうにはどうするかって考えた時に、やっぱり親が楽しそうにやってることを、やっぱ今はねもうモノマネがとにかく大好きだから、そう真似なんですよ全て。だから親が楽しそうに音楽を楽しんでたらきっと楽しんでくれるかなと思って、そのためにせっかく実家からピアノを私送って持ってきたので頑張って練習しようと思って今練習してます。今は本当子供が好きそうな曲、アンパンマンが一番、アンパンマンのテーマ、そうだ恐れないでってやつ、あれを一番練習してて、それは結構上手になってきた。楽譜もあんまり見ないで弾けるようになってきました。次はね、なんか犬のおまわりさんを弾けっていつも言われるから犬のおまわりさんを練習しようと思ってます。はい。で、本当になんかピアノをこっちに実家からね送って、本当毎日ちょっとの隙間でもうなんか触るようにしてるんですけど、本当楽しくて、やっぱり音楽っていいなーって、なんか癒し効果というかすごい心が豊かになるなって思います私が音楽好きだからかもしれないんだけど、結構子供のおもちゃも結構その音楽関係っていうか楽器関係を多く買ってるというかかもなと思ってて、なんかちっちゃいタンバリンとかマラカスとか鈴とか笛とか買ってるわけじゃないんだけど、なんかね集まってきた、うんっていう感じで、土日は特にね夫もなんかちょっとだけギターが弾けたりするので、なんか一緒に音楽を楽しんだりしています。はい、そんなこんなで皆さんも鼻歌でもね、私も最近なんか鼻歌にハマってるんですけど、歌を歌ったりとかちょっと手拍子でリズムを刻んだりとか、そうやって音楽を楽しみましょう。そしたらそれはね本当お家でもできることだし、どこでもできることなので、はい、おすすめです。はい、というわけでおやすみなさーい。